さあ今夜も始まりましたミュージックファンアイビー、音楽プロデューサーの蔦谷好位置です。杉浦瑞希です。さあ今夜も素敵なゲストにお越しいただいています。アッコゴリラさん、春眠りさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。蔦谷さんはお二人とは面識はありますか？春眠りさんは2016年、はい、16年だと思います。多分結構前ですけど、ラジオの企画で一緒に曲を作ったことがありまして、うんうん、それ以来なんで今日は本当楽しみです。アッコさんはですね、お会いするのは初めてですね。初めてですね、はい、それもラジオなんですけど、はい、アッコさんがやってるあの番組に電話でっていう感じ。そう、電話とかリモートで出ていただくことはあったんですけど、生身は初めてですね。はい、今日はすごい楽しみにしてました。結構ヘビーリスナーなんで僕。あ、そうなんですね。ラジオの、はい、そうなんですね。蔦谷さんはお二人についてどのような印象をお持ちですか？春眠りさんはその時に会った時にめちゃくちゃ聡明な方だなと思いました。本当かな。いや本当に思いました。あの歌詞からも思ったけど、でもその後の活動も、まあ、僕なりに追わせてもらってたけど、強い意志を持ったアーティストだなと思って、まあ、かっこいいなと思ってます。ありがとうございます。すごくかっこいいアーティストだと思ってます。で、アッコさんは本当にね、俺ラジオももちろん聞いてるんだけど、あのまず最初にライブを見たのは、あの太一くんのライブにゲストで出た時、うん、はいはい、めちゃくちゃエネルギッシュなライブやる人だなと思って。まあそれがサウンドにも表れてるし、歌詞にも表れてるし、どんな人なのかなって今日はすごく楽しみだったんだけど、ただラジオでの振る舞いすごくないですか？マジですか？俺マジでそれね、ゲストでっていうか、その喋らせてもらった時もすごい喋りやすかったし、はい、あの本当素晴らしいなと思います。あ、よかったっす。はい。いや、今日も楽しみですね。そうなんです、はい、楽しみにしてました。では早速お二人に現在の音楽活動についていろいろお聞きしたいんですけれども、お二人が一番最初に音楽に触れたきっかけをちょっと伺いたいのですが、アッコゴリラさんからまずはお願いします。意外と最初ピアノで、小1でピアノで、小6でドラムですかね。ドラムセットがあったんで、音楽室に、はい、効果とかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのにこうやってみたいな。学校にドラムがあったってこと？そうそう、あの音楽室にドラムあって、効果にビートつけてみたいな。じゃあ習うっていうのはそこで遊んで始めた？そうやってました。みんなもやってました。ドラムも結構本格的にやられた時期はあったんですか？そのドラムも小6に始めて、そこからちょっと空いたんですけど、また高校時代にこう、そうバンドやってらっしゃったんですね。そうそう、バンドをやってて、パンクが盛り上がった高校だったんで、そう、だからもうとりあえずやってみるみたいな感じで、それライブとかもすぐ始めてましたね。高円寺で1000円払えば誰でもライブできるところがあって、じゃあそれまではラップっていうのは特にやってはいらんか？全然、もう全然です。いつから始めたんですか、ラップは？ラップは26か7。でもなんでこうドラムをドラマーとしてやられてて、突然なんかこうラップに行こうみたいなきっかけとかあったんですか？それが、私結構ドラマ時代っていうか、ずっとなんか結構なんか人の人生生きちゃうタイプだったんですよね。なんか自分の頭でちゃんと考えないで生きちゃってたっていうか、お前こうだよね、ああだよねって言われたら結構鵜呑みにしちゃうタイプだったんで、才能ないよねとか、あですよねみたいな、あ私ダメなんだみたいな、全部こう鵜呑みにして、なんか人の人生生きちゃってたところがあって、それがあまりにもそれを譲りすぎて爆発しちゃったんですよね。私はね、本当衝動だったんですよね。本当最初は結構フラストレーションで、もうふざけるなみたいな、なんか、まあそうか、うわーみたいな愚痴しか最初出なくて、うわーってとりあえずこう言いまくってて、でもなんかビートに乗ってるからあれ楽しくないみたいになってきて、でだんだんこう自分を確認していくみたいな。あ面白い、これは。春眠りさんは初めに音楽を触れたきっかけっていうのは、多分3歳ぐらいからさ、クラシックのピアノを習っていて、なんとなくそれを続けてたぐらいなんですけど、その自分で曲を作るようになったのは、なんか中高一貫の女子高通ってたんですけど、すごい仲いい子と修学旅行の部屋でなんかテレビをつけてたんですよ、夜中。そしたらそのバンドが演奏してるのが流れてきて、えバンドってかっこいい、やってみたいってなったんですけど、私もその子も友達がいなすぎて、ドラムとベース探す絶対無理無理ってなって、パソコンを使って音楽ができるらしいぞみたいなのをなんとなく知って、家にあるパソコンでなんかトラックを作ってみようみたいな、えできたみたいな、じゃあこれに歌メロ乗せてよみたいなので、その子と一緒にバンドをやり始めたのが初めてなんで、自分はトラックメーカー入りになります。はい、初めはご自分で歌われてたのではなかったんですか？そうですね、歌が歌えなかったっていうのが一番でかくて、ポエトリースタイルのラップだったら
ギリできるかもみたいなとこから入ってるんで、今聞いててあ真逆だと思って、でも音楽やりたいって音楽で何かを表現っていうかしたい衝動みたいなのはねずっとあったから、それはずっとあったんですね、そういう意味では多分ね一緒だけどね。じゃあその学生の時に始めた打ち込みも最初はバンドがやりたかったってことだから、ヒップホップのトラックっていうよりはバンドっぽいものを作ってたんですか？そうですね、本当エレクトロポップでちょっとロック入ってるみたいな洋楽っぽいサウンドを取り入れ始めたのはこのスタイルになってからです。なるほど。続いてお二人はその現在どのようなあのスタイルで楽曲制作されてるのかちょっとお聞きしたいんですけど。自分で全部トラックメイクすることはできないので、私はトラックメーカー何人かいるので、その人のうちのスタジオに一緒に入ってスケッチを一緒に作るみたいな、イメージ伝えて、そうそうイメージ伝えながらこれがいいあれがいいどうのこうのとか言って、すごいな。でもそれはいやすごい、そのトラックメーカーがすごい、汲み取り方っていうかね、そう汲み取り能力がすごい、あっこう言ってんだったらこうでしょっていう、そうそうそう、こっちかこっちでしょみたいな感じで、そう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 、もうちょっとあの下水道なんだよねとか、なんかあ下水道ね、 OK みたいな、そうそうそう、あなるほどねみたいな、下水道バイブスが足りないみたいな、あなるほどみたいな。自分は結構パターンがあって、ビートから作るかリフから作るかっていうパターンがやっぱ多いですね、で歌詞が先に出てくることは絶対になくて、ない絶対なくて、イメージが抽象的なとこはなんかちょっと似てるなって今思いながら聞いてて、なんか自分もあるんですよ、大陸みたいなリフがいいなみたいな、そうただあの人に伝えてやるっていうのが自分は絶対できないので、部屋で一人で閉じこもってやってます。すごいよね、自分で作り込んであのサウンドを作ってるわけだ、なんかギターっぽい音も入ってきて、あれも打ち込みでやってるんですか？打ち込みでやって、なんかどうしてもちょっと生じゃないとダメだなっていう時はあのギタリストに家でギター弾いてもらって、でそのエフェクターのかかってないクリーンな音、ね、クリーンな音をもらうんですよ、で自分の好きな音にするっていう、それを後で歪ませたりとかして、なんかお二人はその制作の中でのこだわりとかってありますか？流行りにとらわれすぎないことかなと思ってて、なんか最近だったらやっぱこう音数が少なくてそれぞれの音が結構はっきり聞こえて、空間が広く聞こえるから音自体がでかく聞こえるっていう、なんかサウンドの作り方がこう一種なんか正当っていうか、まあ、型みたいになってますね、なってて、なんかやっぱ自分はあの音がごちゃごちゃしてるトラックが好きなんですよ、ルーツ的にも。なんでそれにはそれの良さがあって、自分の好きなものには自分の好きなものの良さがあるから気にしないでおこうっていうのをなんか気に留めてないと、そっちにどんどん寄ってっちゃうのでやっぱ気になって、そう気にするようにしてます、気にしないように気にするようにしてます、ラップでてか他に似てるの音楽ないぞって思いません？なんかあるね無理ってあでも始める時にまだ誰もやってなかったっていうのを多分考えてたんで、自分はそのあロキノンでポエトリーやってる人いない、絶対私がやるとは思ってました。あとなんかこれとこれの組み合わせってまだ誰もやってないよなみたいなのすごい意識して考えてるので、言葉の意味とは違うかもしれないけど自分はミクスチャーだと思ってます。なるほどね、いや間違いない絶対そうだと思う、本来の意味でのミクスチャーですよね、かぶっちゃうっていうか、私もあんまりこう流行りとかトレンドとかも気にはするんだけど、全部こう自分のこっちに嘘なく音に混ぜたいみたいなのがこだわりです、アクオリアさんの曲って結構この人こういう踊りとか好きなんだろうなって踊りがめっちゃ目に浮かぶ、めっちゃ嬉しいこういう曲作りたいと思う時、ダンサーの人見てる時とかに思ったりするんで、そう、うわこういう曲作りたいとか、あいいですねとか結構動きから感じる、なんか身体とエネルギーが結びついてる感じします。結びつけたいですね、はい。ちなみにお二人がそのお互いにこう聞いてみたいことだったりとか、スタヤさんにお聞きしたいこととかありますか？曲作るスピードとか早い方ですか？あ私は多分めっちゃ遅くて、このテーマでこの締め切りまでだからよろしくねって言われたら結構早くて、ただの自分のアルバムってそうじゃないじゃないですか、自分が納得いくまでやらないといけないし、なんか何をテーマにしようっていうとこを考えるのにマジで1年とかかかったりしますね、まあ、早いとも言えるし遅いとも言える、あでもしっかり向き合ってじっくり作っていくみたいな。そうですね、あまりなんか納得できないものを出したくないので、マネージャーとかにあのいつまでとか絶対言わないでねってめっちゃ扱ってます、なんかそういう時にこうスランプっていうか陥ったりとかあります？スランプ
ップになってる状態多分あると思うんですけど、うん、あ今書きたくないから書かないみたいな感じなんですよ割と。でなんかずっと映画見たりとかずっとゲームしたりとか、なんか生きてること全部曲を書くことにつながってるんだから。いや間違いない自分がこう今したいと思うことしようみたいな、生存することを第一にしようみたいな、はい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 、気持ちに最近めっちゃなって出ます。でもそれが人にね目はかけてないといいなって思いますね。これね昔ね僕なんかインタビューでこれは俺シーン食ったこと言ったなと思ったんだけど2年ぐらい曲がいい曲できなくて、でまあダラダラしてる日とかもいっぱいあったんだけど5分ぐらいでできたんですよある日、うん、2年と5分で作ったとか言ったんですよ。俺は結構かっこいいこと言ったぞみたいな思ってたら、うん、この間杉山浩一先生が亡くなられて、うん、で僕はお葬式は行ってないんですけど、あの行った方が聞いたらその先生がおっしゃってたのが、そのドラクエのなんとか一瞬でできたらしいんですよ。タンチャタンチャンチャンチャンかあのテーマが分かって、でもそれも何十年生きてきた人生と5分だみたいなことをおっしゃったらしくて、俺の2年ちょっと負けてんなみたいな同じ高一でもだいぶ違うなみたいな。けど同じ意味ですよね。同じ意味だし、まあ、味おそらく怠惰に生きてるようで、全ての生きてることが全ての経験だっていうことですよね。いや間違いない、ね、物を作る上でめっちゃ大事だなって思ってる、うん。